はい、プレイしていきたいと思います。セシカ関係ね。セブンデイズトゥーダイね。というわけで、今日はね、フェラルホードなんですよ。フェラルホードなんですけど、フェラルホードまで行きません。というのも、今の時間が遅すぎて、もうちょっとね、やばい。なので今日は、どうしよっかな。とりあえずフェラルホード直前まで行こうかなと思っております。で、フェラルホードはちょっとね、あれ？草がないぞ。弓の練習したいんだよ、俺。木が足りないって。よし。まだ青か。弓は、矢はどうしよう。矢はどうしよう。石使うぐらいだと鉄の方がまだいいわな。ちょっと矢尻作りましょうか。アローヘッド。これでいいかな。なんでこれスチールは。ケイパーリクワイヤード。どうせならスチールにするか。なんだっけ。エクスプローシブ。でもね、スチール使うから、エクスプローシブは。スチール、作っちゃおう。たまには。何が？キャリパーリクワイヤード。で、アルファ16ですけど、進捗がね、なんかすごい勢いで進んでるんですよ。これはもしかしたらもしかするかもしれないぞという。250ぐらいでいっか。まさかまさかの。プライオリティがね、バグフィックスの方が、今86%です。なんか朝の段階で1回80%まで上がって、それから、あ、違う違う違う。なんかね、今日2回上がってるんですよ、確か。何パーセントか忘れちゃったんだけどね。ごめんね。2回上がってるんですよ。これはちょっと、いいペースだなと思っております。ここどうすればいいの？これ。ちょっと上からチェックしていこうか。で、コンパイル、あ、コンパイル、リリースノートの方が、95%まで来ております。なんで、今週末を狙ってるのかなという雰囲気ですね。もしかして水曜日とかに出るのかな？水曜日ってもう今日だね。やっぱ今週末ぐらいじゃないの？早くて。っていうことにしとこう。そしたら出てこなくてもちょっと、大丈夫だから。早くなる分にはいいもんね。今週末からね。そんな期待持ちながら行ったらダメなんだけど。なんで、そういうことなので、もしかしたら、今週末より早くなるかもしれないですけど、まあ、今週末ぐらいだと思っときましょう。きっと、それぐらいです。やばいね、ワクワクだね。どれぐらい遊べるかな。楽しみだな。そう、私はコメントであったんですけど、ランダムアップでやりますかっていう。ランダムアップでやります。もう最初からランダムアップです。固定マップはね、もうね、多分固定マップにしかない建物っていうのはないと思う。そろそろ。あ、どうだろう。固定マップも追加されてるかな。ちょっとわかんないですけど、多分、ないんで、もう普通にランダムアップいきます。というか、ランダムアップが醍醐味です。アルファ16。街の作りとかいろいろ。
ランダムアップでしか楽しめないものが多いと思うんで、いやー楽しみだな、楽しみ、本当に楽しみ、どうなるかな弓、そう、それに向けてちょっとね弓の扱いを練習しとこうと思ったわけですよ。やっぱり最初は弓だからね、弓でゾンビをバシバシ倒していかないといけないから。どうしよう、次の柱はどこになるのかは全くわからん。こう内側じゃね、内側になってないですか、ちょっと。嘘でしょ、嘘でしょ、マジっすかい、マジですか、マジですか、5本目が内側ってマジですか。あ、こっちだったら大丈夫だね、空っぽだから。1、2、3、4、こっちだったら大丈夫。5で柱、1、2、3、5で柱、これをちょっと映さないといけないね。で、問題はこの柱どもをこっち側にも5個映すんでしょ。1、2、すげえ、なんという奇跡、映せるここ柱立てれる。そして1、2、3、4、5、こっちは無理だな。こっちは無理だな。とりあえずこっから行くか。合ってるよね。1、2、3、4、5で柱。それともここだけちょっと。いや、例外的にずらしたら大変な目に遭いそうな気がするからやめようか。うん、ずらしちゃってもいいんじゃない？どうしよう。多分持つよね。崩壊するかな？崩壊したらまずいな。多分大丈夫じゃね、きっと大丈夫だ。じゃあこっちまでは行こう。これでなんで、セキュアチェストもう一個作って、インベントリーがないな。あ、薬見っけ。ん？これじゃないんだって。うわー、肉持ってる。抗生物質何個作れるんだよっていう。別に柱の手前に置けばよかったんじゃない？ね。OK。違う。OK じゃない。俺の手元にもあるんだから。よいしょ。なん？で、ナイフ。
ケー。でもさ、でもさ、うちが4なん、6なんだから、ここじゃなくね？やっぱ合ってるのか、しかし。1、2、3、4、5。コンクリート。合ってるな。あ、7あるんだ、ちゃんと。よしよしよし。じゃあ下からまず補強していこう。オッケー。完璧。いいね。で、上に伸ばします。どっからだ、喉乾いてる。内側から良かったんじゃない。よいしょ。よいしょっとやって、で次こっちだね。よし。こんなもん。よいしょ。これでやって。こっち天井いる？まあ一応つけとっか。いらんかったかな。いらんかったかも。よし、いい感じにできたので、コーナーつけていこう。この間のランプ。よいしょ。どこまで？こっちが角なので、こっちまで。よいしょ。よいしょ。今回で完成できるかな。内側どうしようっていうね。よいしょ。どうしたものか。ここまではギリギリいけるけど、ワークベンチが不便になるな。一個浮かせばいいか。違う、浮けない。いや、これ映すのめんどくせえし。映すならこれだな。これを壊して、ワークベンチを一個右にずらせば、
いけるっちゃいける。ワークベンチ手前に回すか。不便やな。まあいっそのことワークベンチの上にコンクリート乗せてっか。それでいいや。それでいいや。あ、そうだ、コメントでね、救援物資ドロップのやつも表示してっていうのがあったんで、アルファ16来る直前ぐらい、まあ今度のフェラルホード終わった段階ぐらいで一回表示してみたいかもね。すごいことなってそう。よし、とりあえずこっち側先に作ろうか。でね、ランプやっぱり足りないな、この雰囲気だと。足りないんで、もうちょっとだけ、ふーん。石がちょっと欲しいな、やっぱり。ちょっと石掘りに行くか。石が欲しいわ。ギリッギリ足りないやつだわ。あと1000あったからいっか。いけるかな。いけるかもね。うん、ウッドプレート俺どっからパクったんだろう、こんなに。まあいいや。石、2スタックぐらい取ってきたいな。27。いや、さっきので足りるんじゃない？いけるいける、きっと。そういえば昨日の BGM はあの人と一緒って言ってる人がいたね。飛ぶでしょ、飛ぶ。そう、確かに入ってたよね。昨日のはキャンディーランドではなかったよね。しかし、なんだっけ、飛ぶって日本人なのかな、どうなんだろうね。違うだろうな、さすがに。でも日本人だったらちょっと嬉しいな。素晴らしい。あとちょっとだね。あー、アローも作らないとな。何よ、何よ、こんなところにくっつけちゃった。
何が入ってたっけ。よし。で、この先どうしようかだよ。あ、嘘。うわー、フェラルフォード前に足折れたー。ショック。ショック。やっちゃ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 マジかよマジかよ、ショックだよ。しかも今回のフェラローで弓で戦おうと思ってんのに無理じゃんね。こんなんじゃ弓で戦えないよ。弓の扱い変わってたりしてね。えってなるよ。えって、うせやんって、扱い方変わってるじゃんってなったらもうアウトだよ。待って、こうでしょう、こうでしょう。じゃあここまで同じ高さなんだよ、これと。届くか。あー、これやばいやつや。ここは届きそうだな。よいしょ。よし。こうなんだよね。ここになってボキっちゃう、折れちゃうよ。足ボキだよ。ちょっとアロー先作ろっか。あ、もうできてるかな。てた。スチールアロー、え、嘘、なんで、え、羽がどっかに行っちゃったらしい。ランプ足りないか。ランプ、ランプないか、予備のランプは。情けやな。とりあえずこれで埋めとこう。よいしょ。いや、足りないな、これじゃ。ランプ。50作れれば足りそうだね。足りないかな。からか、こうか。
よいしょ。ちょっと家を大きく作ったがためにこうなるかい？こっちはいけるからこれでいこう。でも隣はもういいわ。とずれちゃうけど、それでいこう。ずらして作ろう。これで作っちゃおう。いいのか、いいのか。天井つけなくていいよね。よいしょ。ランプ足りないかな、もっと作らないと。10、16 微妙にもうちょい必要かもね。こっちの中も無理だから、これで作ろうか。こっちでってことは、このラインに柱立ててこよう。下にこれかな。もう走りが入り組んでて大変なことになってるね。こっちとこっちと、これだ。これだけか。ん？もう一箇所は？ 1、2、3、4、5。 こっちじゃねえの？ここかな？この状態でも耐えてるんだから別にやらなくていい気がする。よし。これで。のこれね。もう柱立てなくてももともとあったみたいな、そういう感じ？すげえ。ついにそこまで攻めてきたか。ここかな。ちょっと待って、この高さ。はい？どっち？これでいいのかな？はい？あれ？ちょっと待って、分からなくなっちゃった。
できるんだ、こういうこと。へえ、面白い。なるほど。ここの高さでいいね。これで。ちょうどこっちもそれでいいね。こっちもこれで。じゃあ、あの角が失敗なんだね。そういうことだね。そうだね。もう結構経ってるかも今日。というわけでじゃあここら辺で終わりにしましょうか。喉乾いたし。ってことはこっちもだね。多分。ちょっと歩けなくなっちゃうんだけど、不便やな。もうこっちだけつなげるか。そうしよう。こっちだけつなげよう。そしたら下通れるっしょ。なんだっけ、ランプ15ぐらい。というわけで今回ここら辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回は、フェラルフォード検証する内容を忘れちゃったんで、何か忘れてるのあったら教えてもらえたら嬉しいかもしれないです。とりあえず弓で遊ぼうと思っております。ご視聴ありがとうございました。セシカでした。その動画の説明欄にプレイリストありますんで、よかったら使ってください。セシカでした。